こんにちは、ケンイチです。山田です。今回はですね、はい、皆様にご報告があって動画の方を撮っていきたいと思うんですけれども、それ何かっていうと、ヤマト君が先日13年間勤めた会社を辞めました、はい、みたいな動画を出させていただいて、それがねすごく反響をいただいたんですよね。あったかいコメントをすごくたくさんもらったんですよね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。でもちろんその一方で、お前大丈夫かと、ヤマト君そんなに甘くないぞと、だからそのなんていうんですかね、特に今僕ら YouTube を配信させていただいてるから、その YouTube だけで食べていくなんてね、そうですね、そんなことできるのかということらとかもあると思いますので、その辺とかもね少しずつお話しできればと思っております、はい、じゃあなんで辞めたのかっていう、会社を辞めた理由がヤマト君があると思うんですけど、はい、その辺をちょっとね視聴者さんの方にも共有しておきたいなと思うんですけど、はい、一番の理由っていうのは何なんですかね。そうですね、もう13年間、某企業にこう勤めていたんですけれども、僕のその勤めてた職場っていうのがもう遠くの方にこう移動しちゃうよっていうことが決まりまして、もともと僕も静岡でこっちの方に家も建ててますし、妻もいるんで遠く行きたくねえなって、やめたいなっていう思いが、もう決まった時からちょっとありまして、で、その中で結構こっちの静岡の方で新しい職を探そうかなっていう時に声をかけてくださる方も結構いて、もうありがたかったんですけれども、その中でケンイチ君とこう YouTube を、もう2年3年になりますか。そうです、そろそろ3年ぐらいかな。でこうアウトドアに特化していくっていう中で、僕も10年ぐらいずっと、キャンプをこうやってるんですけど、温かい、コメントだったりとか、なんか視聴者さんがこう感謝を述べてくれるような、なんかもう感謝することしたっけみたいな酒飲んでただけなんだけど、確かにそうそう、でもなんか僕そう13年間勤めた前のところではそういうことがちょっと味わえなかったんで、確かにね、ライン作業でしたもんね。そうですね、なんかその肌でこう、コメントをいただいて感謝をいただけるなんてことがこれまでそんなになかったんで、もうとても嬉しくて舞い上がりましたね。YouTube 自体は僕が一人で、趣味でやってたんですけど、なんかその面白そうだから俺も出してよみたいな感じのノリで、その2年前とか2年半前ぐらいから、そうですね、そうですね、まだその時はチャンネル登録者数も1000人いくかいかないかみたいな、本当にまだまだ少ないチャンネルだったんですけど、その時もじゃあ何するかみたいな、僕最初のカメラのこととかをちょっとレビューしたりとかこのチャンネルでやってたんですけど、で大和君が入って、じゃあなんか週末だからちょっと今度面白いイベントがあるから行ってみようよみたいなので、お祭りに行っておみこし担いでみたりとか、担いだあとはまた別のなんか花のフェアみたいなのに行って、ね、なんかちょっとサンバがあったからサンバ一緒に踊ったりとかね、お姉さんと踊ったね、懐かしい。そうそう、再生されないまあね、そうそう、普通だとすぐやめると思うんですけど、なんか全然回らないし、なんか何も起きないわけですよね、自分にとってメリットがないから。普通だったらやめちゃうと思うんですけど、それでもね、もういろんなこと、ああやろうこれやろうみたいな感じとかがどんどん出てきて、だったらなんか好きなことを絞ってやってみようかみたいな話になったんですよね。それが大和君が 10年以上か、昔からキャンプの方をやってたんで、そのキャンプに特化して、そのキャンプやってみようかみたいな。僕もまだその時にキャンプなんて、そうですね、ほんと2、3回しか行ったことないぐらいで、まだ全然今も初心者なんですけども、そういうね、なんか楽しいことやってる方がやっぱそのなんていう作業にならないっていうか、楽しみながらできるし、なんか続けていけるんじゃないかっていうのは1年以上前か1年半前ぐらいですかね、そんなことが決まって、でその時まだ5、6000人ぐらいにはなってたんですけど、そこからキャンプに特化してぐーっと伸びていったんですよね。そうだね、そんな経緯がありました。じゃあ今後 YouTube 一本でやっていくのかっていうと、そうではないということですよね。で YouTube はもともと最初に僕が趣味っていう かちょっとやってみたいなっていうふうに始めたので、そこはこれで食べていこうっていうことはやっぱ思ってないですね。あと何て言うんですかね、僕がもともと24の時に起業して、
でそれでなんか工事の仲介だったりとか、まあ、そういうあとは企業の集客のお手伝いとか、うんうん、まあ、ホームページを作成するとかっていうような仕事をしているんですけども、その傍らで、まあ、YouTube 始めて、うんうん、まあ、そういうなんかメディアを伸ばすとかっていうのと自分たちができなかったらなんか人になんか言えないじゃないですか、うんうん、そういうこともあって、まあ、YouTube っていうことをちょっと自分でやりながらいろいろ試行錯誤してやっていた面ではあるんですけども、うん、まあ、YouTube だけで食べるってなるとね、一人だったら問題なく普通に暮らせるとは思うんですけど、他に関わってる方とか働いてるくれてる方たちもいるので、まあ、そういうふうに考えるととても食べていけるというか、うん、そんな金額には全然いかないんですよね、うんうん、だけど、まあ、単純に好きだからとか、そう、ね、楽しいからっていうことで今続けてるっていうことがあります。楽しいよね本当に、うん、じゃあ仕事はどうするのかっていう話になると思うんですけども、うんうん、で大和くんがやっぱその続けられるその3年間も同じこと、また YouTube なんですけど、うんうん、その YouTube とかを続けるってことすごいことだと思うんですよね、うんうん、やっぱ楽しい自分の好きなことだから、やっぱすごく撮影とかも大変なんですよ。朝早く行ったりとかで夜中までやったりもそうするし、であとはなんだろうな、まあ、雪が降ってればね本当に寒かったりとかいきなりゲリラ豪雨降ってきてパンツまで濡れちゃうみたいな本当です。そうだね、過酷だよね。過酷なんですよね。それでもやっぱ好きなことだからできるっていうのがそうだったんで、それだったらなんかそういうなんて言うんだろう、大和君昔からなんか夢があったん で、うん、でその夢っていうのが、そうですね、僕も10年ぐらいキャンプこうやってきて、はい、まあ、その、まあ、ガレージブランドって呼ばれる、うんうん、なんでしょう、こうメーカーとは違って、このガレージで、まあ、自分が作りたいものを作るっていうブランドとこう出会った時に、うんうん、でその方のこう作り方の熱意と か、うんうん、なんかそういうのをちょっと見た時にめちゃくちゃかっこいいなって、うんうんうん、思ったことがあって、でもそのガレージブランドを集めるのもすごい好きなんですけども、なんかこう集めていく中で自分でもこういうブランドというか自分がこう満足するブランドっていうのをこう作っていきたいなっていう夢が膨らんできて、うんうん、でそれをこう形にしたいなと思っても、僕自身全然その何の技術もなければ何の知識もないしつてもないんで、うんうん、そういうのをこう探していかなきゃいけないなっていう時に、ケンイチもこう手伝ってくれて、うん、制作所さんをこうなんとかちょっと見つけることができて、でそこに一回こうお話をしにその制作所さんが見つかって、お話をこうしに行ってこう熱意だとかをこう伝えた時にとても賛同して共感してくれて、うん、そうだね、いいね、面白いねみたいな、そうなんですよ、うん、面白いことやりたいと思ってたんですよ。そうなんですよ。すげえイケイケの人だな。あの兄貴ね。ね、そう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 、そういう熱意とか共感をいただいたときに、うん、これはちょっと面白くなりそうだなと、ワクワク感が、自分のこのワクワク感をこうまた、うん、ケンイチもしっかりこう仲間にもこう共有できたらなっていう思いが強く出て、うんうん、でこうガレンジブランドをこう立ち上げていこうかなという思いが。うんうん、そうですね、大和くんがそういう思いがあったのは、まあ、昔から知っていたのもあって、うん、で大和くんが辞めるっていうことももう決まってたんで、半年前ぐらいですかね、半年前というか去年2020年の夏ぐらいに、だったらじゃあ大和くんが働けるような仕事をそこで作れたらいいなっていうのもあったんで、うん、じゃあその大和くんがやりたいんだったら、その、まあ、いろんな人が応援してくれたんですよね。そうですね、普段よく行かせてもらうキャンプ場、うん、あのね、あの担当の方がいるんですけど、その方とかも「おお山田さんたちがやるんだったらもう全力で応援しますよ」みたいな「なんですよ何でも言ってください」とか、うん、まあ、山田君がね首から下げてるこのコップ、置けないコップとか、これを作ってるのリグロウッドワークスさんっていう、うん、あのブランドがあるんですけども、うん、そこの方とかも「これ作ってください」って言ったら「よし作りましょう」って言って、ね、本当にありがたいです、ね、それで生産をしてくれる、またなんかこれあんまり売ってなかったんですよね最初、うん、そうだね、イベントだけで売ってたんですけど、そういうのもお願いしたらもうぜひぜひっていう感じで、うん、でそんな風にやっぱり、まあ、みんなから好かれる人柄なので、僕もそういうのできることがあるんだったらじゃあ一緒に応援するよみたいな感じで、まあ、みんなに応援されて今ね少しずつそうですね、そっちが進んでいるっていうの で、うん、で YouTube はもちろん楽しい、自分たちが本当に楽しんでいく、自分たちは素でいるとかっていうんですかね、うん、心から楽しいっていうことを、まあ、そこで
単純に自分たちがやりたい、そうですね、うん、美味しいものを食べて、うんうん、美味しいお酒を飲んで、泥酔して寝るみたいな気持ちいいんですよ。そう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 。で、まあ、そんな感じで大和くんの、うん、そういうガレージブランドを始めていくと思うんですけど、うん、なんかそのコンセプトとかっていうのはなんかあったりするんですか？でもコンセプトって言いますと、その、うん、まあ、僕もその13年間会社にいたりだったりとか、うん、まあ、社会とか日常って結構人間関係とかでこう面倒くさいことって結構多いじゃないですか、ね、うん、でもそのキャンプっていうのはもう そういうのはもう取っ払った、もう非日常の中っていう僕の中ではあるんで、キャンプにまでこう人間関係のとか比較とかを持っていきたくないんですよね、うん、俺このギア持ってるぜ。そうですね、こう今こう SNS とかいろいろこう出てきて、うん、まあ、なんかあのギアがかっこいい、あいつはあれがあれを持ってる、うん、俺はこれを持ってないからダメだみたいな、うん、そういうのもなんかまた社会でこんな比較とかやってるのに、キャンプにまでそんな比較だったりとか、なんか誰かと何かを比べるっていうのは持っていきたくないなって思ったところで、うん、やっぱこう自由であるべき、うん、っていうのが一番強い思いで、うん、なんか周りにこう流されるより もう普通にシンプルにもう自分がこう満足する商品をこう置いて眺めながら酒を飲む、もうなんかそれだけでいいじゃないですか、うんうんうん、なんで本当に自己満足をするためのギアを作っていきたいっていうのが思いがあります、うんうん、ね、うん、だから最上級の自己満足をっていうのがあるわけですね、うん、やっぱキャンプだといろんなスタイルがあるしね。そうだね、うん、僕らがやるような本当に荷物をたくさん持ってって、うん、引っ越しみたいなキャンプもあれば、うん、本当にバックパック一つでね、うん、ブッシュクラフトとか僕もすごく好きだし、楽しいよね、うん、でなんかそれがどれもかっこいいと思うんですよね、うんうんうん、そういうね、一人でやるのもいいし、うん、みんなでやって楽しむのもいいしって、うん、まあ、例えばじゃあそんな荷物持ってってどうすんだよとか、うん、いやいやいや関係ないでしょみたいな話だと思うんですよね。いますからね、うん、言う人は。そう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 、そんなこと気にしてるんだったらやっぱ自分のね空間、その時間を楽しむようなことに注力していくのが一番じゃないかなっていうふうに思うので、うん、だからね、だからもっと自由でいいなっていうことは本当にすごくこの話を聞いてなんか僕は共感したので、それ面白いねみたいな、うんうん、そういうことができていけばいいんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね、うん、まあ、いろんなかっこいいガレージブランドさんとかもね、うんうんうん、まあ、たくさんある中で、まあ、自分たちのその中でもっとこういうのがあったらいいなとかっていうのを大和くんがたくさんあるみたいなので、はい、まあ、そういったものをちょっと僕にできることをちょっと、ね、サポートって言ったらあれかもしれないですけど、やりながら本当に周りの人たちもねみんななんかもう応援してくれてるので、ね、うんうん、そこの辺が実現できていけばすごく楽しいんじゃないかなと思います。やっぱりね、なんかあの人生1回しかないし、うんうんうん、なんかまあ僕の考え方的にはなんか、うんうん、なんかどうせ働くなら楽しい方がいい、うんうんうん、で楽しい人とやった方がいいじゃないですか、うん、だからそこの辺でね、いろんな方とか、まあ、そういう今応援してくれてる方たちに結果を出して恩返しをしていきたいなって思いますので頑張っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますということなので、うん、あの、まあ、YouTube 一本で食べていくのかっていうと、うん、まあ、YouTube は趣味で、趣味というかあの自分たちがやりたいから、あのこれからも同じような感じ で、ね、まあ、ちょっといろいろね試行錯誤をしながらやっていくっていうことはあると思うんですけど、うん、まあ、それはそれでやってって、まあ、メインの僕たちの仕事があるので、まあ、そっちをね本気 で、はい、やっていきながら、うん、まあ、大和くんの新プロジェクトとかも少しずつ手伝っていければなと思います。ありがとうございます、はい、そんな感じでね、ギアとかももう少しで完成して、まあ、あとは納品されるだけになってきているので、そうですね、めちゃくちゃかっこいいですよね、はい、まあそういうのもね、あのただ見ていただくだけでもね本当に嬉しいので、はい、うん、まあ、気になった方だけはチェックしていただければなと思います、はい、それではあの長くなってしまったんですけども、これからもあの楽しいキャンプ、僕たちが楽しいと思うキャンプとか、まあ、こんな動画出してほしいよとかっていうものもあれば、遠慮なく言っていただければ、まあ、そういった動画を答えてねいきたいと思いますので、はい、これからも伊豆のしずりをよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。